大阪市立淀商業高等学校は大阪市西淀川区に所在する市立の商業高等学校。福祉ボランティア課は大阪府の公立高校では唯一の福祉計画課として設置されている。また一定の範囲内で所属学科以外の学科の科目を自由、選択科目として学習することも可能なシステムとなっている。商業科は3年生以降、会計科学、 情報科学、流通科学、コミュニケーション科学の4コースに分かれて学習する。かつては普通科、商業英語科が併設されていたこともあったが、現在では廃止されている。大阪市北区摩江町2丁目に1919年、大阪実業学校が開校したことが、学校の起源となっている。同校は、工業本科と商業本科を設置していた。 大阪実業学校は大阪市立実業学校への解消を経て1940年に工業科と商業科が分離し大阪市立第七商業学校と大阪市立鳥島工業学校の2校が発足した。第七商業学校の後ろ身が淀商業高等学校にあたる。学校では第七商業学校が発足した1940年を 創立と位置づけている。なお、分離された大阪市立鳥島工業学校は、現在の大阪市小野花区鳥島に校舎を構えた。しかし、鳥島工業学校は1947年に、宮古島工業学校に合併されて、廃校となっている。1944年には、東淀川区13南の町に町名移転した。さらに1952年には、 大阪市交通局野座バス車庫及び整備工場を後である現在地に移転している。学生改革により大阪市立第7商業学校となり大阪市立淀高等学校への改称を経て1963年に現在の公明大阪市立淀商業高等学校となった。1996年には商業化の課題研究の中に 福祉研究の講座を開講し、同講座の実践を発展、拡充させる形で2003年に福祉ボランティア課が設置された。ありがとうございます。